夢ラジオ第5035回、今日は令和5年5月11日木曜日です。時刻は午前10時、横浜港北、晴れた港北の空、5月ももう中旬ですね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。いつも放送している西に面した窓ではなく、今回は北に面した窓、武蔵小杉のタワマンとか、あるいは六本木ヒルズも見えますね。うっすらとです。さて、今回は同調日本人に経済成長なし、こんなタイトルでお話しましょう。同調日本人に経済成長あるわけない。この30年間、日本だけ、もう先進国あるいは主要国で日本だけ経済成長しない。その理由がいろいろ語られています。グローバリストの命令によるものだ、日銀の貨幣供給量によるものだ、はたまた財政出動が不足していたからだ等々。ただし、基本的に振り返ってみると、経済成長というのは発見、そして革新、インベンションアンドイノベーション、こうだね。発見、まあ、発明と言ってもいい。発明、そして革新、技術革新です。インベンションとイノベーション、これが不可欠なんですよ。同じことをしていてはダメです。いかに自分の個性を出せるか、いかに自分の独創性を出せるか、それが生活のあらゆる点で求められ、そしてそれに秀でたものが次の世代の商品を生み出す。いつの時代の経済もこうであったはずなんですよ。同調圧力の強い日本人、周りと同じことをやりたがる日本人、どうですか。これだけマスクが意味がないと分かってきても、いまだマスクを手放せない日本人、一体どうなっているんでしょうか。どうしてマスクをしているんですか。みんなしてるから。日本人の世界に類を見ない強烈な同調圧力は、今回のウイルス騒動でマスク、これではっきりと分かりました。もう世界のどこでもマスクなんかしてやしない。あんなもの無意味だ。そもそも気持ちが悪い。ところが日本人は未だ喜んでマスクをしていますね。私はオンラインの指導というそういう仕事なので、マスクをする機会はほとんどなく、電車にも乗りませんでした。その機会がなかったからね。けれど、毎日電車に乗って通勤通学のお方はマスク、今もそうなんじゃないでしょうか。何をやってるんでしょうか。こんな無意味だと分かっているのにやめられない。世界のどこでももうマスクなんかしていないのにやめられない。政府がもうマスクは必要ないですと言っていてもやめられない。これが同調圧力です。このような同調日本人、今たまたまマスクがいい例だから取り上げていますが、どうですか？皆さんの職場でも。周り見ながら仕事していませんか？自分の個性を発揮できますか？独創性が尊ばれる雰囲気になっていますか？全くなってないでしょ？むしろ個性や独創性は積極的に潰す。こういう雰囲気なんじゃないでしょうか。それは
会社であったり、役所であったり、学校であったり、至るところでですよ。経済の成長は、発明と革新から、インベンションとイノベーション。そこには個性、独創性、理念、哲学、こういったものが不可欠です。ところが、それを日本人は今、国民として出せない。当然こんな同調日本人に、世界各国が普通にやっているような経済成長もできるわけはない。世界各国の人々が普通に外しているマスクが日本人には外せない。だからですよ。参政党の神谷さんは、片っぽで調和、大調和を言いながら、もう片っぽで経済成長。けれど、先ほど来お話しているこの日本人の同調圧力は、要するに大調和やってるんですよ。ある意味では、見事とも言えますよね。みんな言われもしないのに、他人をおもんぱかって自発的に無意味なマスクをする。大調和やってるんですよ。このような状況で経済成長できるはずない。だから参政党の神谷さんには言いたい。経済成長しようというんだったら大調和は下ろさなきゃダメだ。大調和こそマスクなんだ。で、参政党はマスクが嫌いな政党ですよね。あ、共感しますよ。だったら大調和なんか言わず、個性、独創性、独自性、あるいはさっきの言葉で言えば発明と革新、これを参政党は言うべきじゃないだろうか。発明と革新、そして経済成長。うん、これで整合性が取れますよ。同調日本人に経済成長はない。国民レベルでもそうだし、個人レベルでもそうです。結局、周囲見ながらビクビク生きている、そういう個人に、結局ビジネスチャンスなど訪れるはずはない。本当に成功をつかみたかったら、その時には一人になることを恐れない。個性を出すことを恐れない。自分の独創性を世に問うていくべきだ。それは国民レベルでも、会社レベルでも、個人レベルでもそうです。夢ラジオ、今回は、同調日本人に経済成長なし。ありがとうございました。